梅高寺京都西駅は京都府京都市下京区間期寺町にある西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。駅番号は JRE02、佐賀野線の愛称区間に含まれている。2019年3月16日に開業し、山陰本線では2008年3月15日の舵繰号第一駅以来11年ぶりの新駅開業となった。 近隣に所在する梅工事公園には、梅工事蒸気機関車館や2012年3月14日に開業した京都水族館があり、さらに、梅工事蒸気機関車館が拡張、改装されて2016年4月29日に京都鉄道博物館となり、観光客が大幅に増加したが、最寄り駅である京都駅から約 1.7km 離れていることからアクセスが、 しばしば議論の的となっていた。2014年5月、京都商工会議所は観光客の利便と地域経済振興を図るため、京都駅丹波口駅間への新駅設置を提案したほか、同年8月には京都市も検討を開始した。2015年2月2日、京都市は JR 西日本と新駅設置の合意書に署名し、新駅の総建設費、 約49億円のうち、JR 西日本が19億円、京都市が15億円を負担し、残りの15億円は、国の補助金で賄うことを決定し、事業化が決定した。なお、1994年には、全国都市緑化フェアの期間中、当駅から約600メートル京都型の京都貨物駅、近くに、臨時駅、緑化フェア、梅麹駅が設置されていた。 京都市は2018年3月から4月にかけて新駅名を公募し、総計1257件の応募があったが、そのうち、梅工事が224件、梅工事公園が205件の応募があった。これを受け検討がなされた結果、同年7月20日、JR 西日本京都市社と京都市は共同で記者会見を行い、駅名を梅工事京都にしとすると発表した。 当駅に隣接する梅麹公園は、周辺地域を象徴する存在として、地域住民に親しまれているほか、前述の公募では含まれる、キーワード別の集計で、梅麹の名称が、応募最多数の836件で使用されていた。また、当地は、京都駅の西側約 1.7km に位置し、京都観光の新たなサブゲートとなることを見据えて、京都、西を付した名称となった。 なお、駅名決定までの仮駅名は JR7 条駅であった。公開駅でホームは相対式2面2線の構造を持つ。佐賀野線の駅では初めてホームドアを設置した。同駅設置工事に伴って廃止された短絡線に屋根を設け、横断歩道橋として活用することで7条通り北側への回遊性工場を狙うとしている。1日の平均乗車人員は、 以下の通りである。短絡線を再利用した、歩道橋京都市営バス、京阪京都交通の、梅小路公園、JR 梅小路京都西駅前停留所と、京都市営バスの、梅小路公園、京都鉄道博物館前停留所が資金。このほか京都市営バス、京阪京都交通、西日本 JR バスの、七条大宮、京都水族館前停留所も近い。 ありがとうございます。